近鉄線白子駅、電車で来るお客さんはだいたいここから臨時バスに乗ってサーキットに向かいます。木曜日の朝8時半だというのにすでにもうこんなに並んでます。以前鈴鹿サーキットにお勤めで、はいはい、で脱サラしてお蕎麦屋さんを始めたっていうことなんですけど、その辺の経緯をちょっと教えていただけますか。26年ぐらいってか26年ちょうど26年勤めたんですけど、26年目に初めて転勤の内示が出ましてね、3月それでまあもうちょっと若ければ多分そのまま行ったと思うんですけど、まあ、年も年だし、と思って、で、まあ、栃木に行けって言うわけです。茂木に。茂木に。あんな寒いとこ嫌やなって。まあ、それは冗談なんですけど。それで、まあ、いろいろ、まあ、長年勤めたし、車とかバイクの仕事ももうそろそろいいかな、ということで。でも、どうして蕎麦屋さんだったんですか？蕎麦はね、好きだったんですよ、蕎麦食べるのが。あで、まあ、親会社がこんな、青山とかよく行きますよね、出張が多かった、はい、そうすると東京の老舗とかね、そば屋巡り結構やってたんですよ。で、食べるのが好きで、でなぜか辞める半年前に自分でも売ってみようということで、そば打ちを始めたんですね。それまで全然厨房なんか入ったことなかったんですけど、まあ、それがきっかけで料理なんかもちょっとするようになって、日本グランプリのなんか思い出を、鈴鹿サーキット日本グランプリは僕が入社したのが1979年なんですよ。で、まあちょっとしばらくして確か87年ですよね、第1回が、はい、でその時の思い出、そうですね、その時は、立場的になんか監督者だったのかな、そういう係長とかそういうラスで、大体何回目か2回目か3回目ぐらいだったと思うんですけど、自由席が多くて、で仮設のスタンドを立てたんですね。で前日に開けるんですよ、予選の前日に、ね、はい、9時に開けたんですけど、その時お客さんが、まあ、何万人っていう人が、メインゲートから2コーナーに向かってドーンとこう音を立てながら、ね、かけてくるっていうか、すごい本当に音がしたんですよ、ドーンっていう音が、ね、あれは怖かったですね。真っ白いそば、いわゆるサラチナそばっていうのに抹茶を練り込んでる。で、新庄の鈴鹿の、鈴鹿さんの抹茶。結構三重県でお茶が特産なんですね。ああ、そうなんですか。その中でも鈴鹿が、三重県の中でも半分ぐらいは鈴鹿なんですね。
確か全国で三重県は3位だったんですね。はい、すみません。美味しそうですね。そうですね、そっちは茶そばですね。召し上がってください。ありがとうございます。わかりました。今日は暑かったですよね。中小の真剣にやることもしますね。すみません。かけそばをいただきます。